質問はですね、仏教を信じていく阿弥陀仏を信じるとはどういうことかと、こういう質問ですね。そこでせっかくですからお商業を開いて、信じるとはどういうことかっていうことについてですね、教えられているところが341ページ、ですね。左から1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですね。信じるっていうことをですね、この家に行によりて次第を解くって書いてありますね。信じるっていうことは具体的にどういうことを実践していくことなのかっていうことについて解かれています。だからこれを読みながら、あ、信じるっていうことはどういうことかっていうことを具体的にイメージをですね、はい、持っていただきたいと思うんですね。信行を最小にして甚だうることかたしってね、信行、阿弥陀仏の御心を信じ敬うことはですね、非常に、難しいことだ、ね、最も優れる素晴らしいものであるけれども、うることが難しいものなんだと、こういうことですね。そこでもし常に諸仏を信仏せば、ここから始まります。信じるっていうのは、仏を信じる、ここから始まる。仏を信じる、仏を信じる、仏様を信じている。まあ、私たちで言ったら阿弥陀仏を信じるっていうことですね。浄土真宗の私たちは阿弥陀仏を信じる、阿弥陀仏が必ず浄土へ連れて行ってくだされると、こういうふうにね、教えられている教えを信じる、こういうことですね。そうすると、すなわちよく大供養を公衆戦ということで、供養というのは仏様に、仕えていこうと、こういう気持ちが出てくると、ね、そして仏を信じるということはどういうことか。もしよく大供養を公衆すれば、この人仏の不思議を信ぜ、ね、阿弥陀仏が必ず浄土へ連れて行ってくだされるということを信じるようになっていくと、ね、仏を信じるということは、次にですね、もし常に尊坊を信仏せば、すなわち仏法を聞くに遠足なけん、ね、仏様を信じるということは、次に仏の説かれた教えを信じるということになるんですね。こういうことです。だから阿弥陀仏を信じるっていうことは、阿弥陀仏の説かれた教えを信じていくっていうことになるんです。ね。だから阿弥陀仏を信じるのと、阿弥陀仏の説かれた教えを信じるというのと、もう一つ、もう一つは何でしょう。そう、これがワンセットなんですよ。まずね、仏法僧がワンセットなんです。だから阿弥陀仏を信じると言った場合、阿弥陀仏を信じることだし、阿弥陀仏の説かれた教えを信じるし、それは善知識の口を通して伝えてくれる教えを信じるということになるんです。だからこう一直線上にあるわけですね。
阿弥陀仏を信ずればっていうことは、その全知識が説かれている教えを信じる、その教えの背後には阿弥陀仏が増しますということを信じるということなんです。だこの3つを信じることを阿弥陀仏を信じるという、ね、だからこの3つがあるわけですよ。常に諸仏を信仰せばっていう、ね、その次にもし常に尊望を信仰せば、もし常に清浄層を信仰せばってこう書いてあるんですね。だから阿弥陀仏だけを信じるっていうことはできない。阿弥陀仏を信じるといった場合、阿弥陀仏のお力に救われた全知識を信じるということになるし、その全知の説かれた教えを信じる、こういうことになるんです、ね、仏法僧を信じることを阿弥陀仏を信ずるというわけです。はい、だから阿弥陀仏を信ずれば浄土に往生できるということは、全知識の説かれた教えを信じるということになります。そこで大事なのは、その全知識自身が、ここに書いてある清浄層、清浄層って書いてあるように、煩悩から離れていってるかどうかが大事になります。本当に阿弥陀仏の説かれた阿弥陀仏の法を説いているのならばですね、説いている全知識そのものが煩悩から離れていっているはずなんです。離れていけないのならば、その阿弥陀仏、その全知識が信じている阿弥陀仏は本当の仏様じゃないということです。正常という方向に向かって日本の日常生活とか、はい、やっぱり外人も現れてきたり、はい、まあ、それは分かりませんけれども、はい、まあ、当然その分かるんですよね。そう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 、必ず、姿形になって現れてくるっていうことですね。だからここでは信じるってことはどういうことかっていうことがね、阿弥陀仏を信じるっていうことは、阿弥陀仏の不思議を信じることだし、仏法を聞くのに、遠足がなけん、遠足っていうのは仏法を聞いていくことにですね、飽きたとか、もうこう満足したからもういいやとかね、そういう気持ちはない。だから阿弥陀仏を信じるということは、仏法を絶え間なく聞いていくと、こういうことになるということですね。だから私は阿弥陀様を信じてます、だけどもう浄土はいいですっていうことはないということです。必ず3セットで、そう、必ず3セットですね。浄土しかないということですね。はい、そうです。だから全知識の教えを聞いていくっていうことがですね、阿弥陀仏を信じるということになります。それはその全知識の説かれている法にですね、阿弥陀仏の力がかかっているんだなということを感じて、全知識の教えを聞いていくっていうことになるんですね。阿弥陀仏の力がかかってるんだなっていうふうに感じられるのって相当証拠を重ねて進んでないと分からないんじゃないですか。そうです、相当聴聞していかないとそういうふうには感じられないということです。なんかこう気持ちの上でその自分を責めないとか人を責めないっていうことを少なくすることによって、はい、自分の心が楽になってくる必要があるんですけど、
つにそういう力があるからだっていうふうには思えない。はい、なんか無駄打つって言われてもちょっと、うん、私の方はちょっと違う次元の人みたいな、なんかあまり私とはこう、はい、密接になんかこう、いやだから大事なのはですね、阿弥陀仏はどんな方かではなくて、いわゆるこの人に法を説かせている方が阿弥陀仏ってこと。この人はいわゆる自分で考えて教えを説いているのか、それとも仏の力で教えを説いているのかっていうことが大事です。この人は自分で考えて話をしている。例えば僕がね、自分で考えて今の話をしているのか、それとも何か別の力に揺り動かされて話をしているのかってことです。初めはね、この上田という人が要は考えて、今日はちょっとじゃあどういう話をするかなってことで全部こう考えてね、でどんな質問してもいいですよと言いつつ、豆調味のその感じに出るからいいですよって話をしているのか、そうじゃなくてこう質問された時にパッと出てきているのか、それともこの人が京大卒業したから、ね、頭がいいから言えるのか。そうじゃないですそうじゃなくて、これはあくまでも阿弥陀仏の力によって教えを説いているだけなので、はい、だから阿弥陀仏を信じるってことは、阿弥陀仏の力によってこの人はこういうふうに説法させられているんだなということを信じるってことです。だからこの人を通してそのバックにいるですね、バックに増します阿弥陀様の存在を感じるってことです。これはとても人間が説いているものじゃないなっていうふうに感じていくっていうのが阿弥陀仏を信じるってことです。じゃあその中に念仏とか真理とか善とか、先ほどの単語言いましたけど、はい、やっぱり収まっちゃってるわけですか、ね、いや、まずここで信じるっていうことは聴聞していくことだっていうことを分かってほしかった。信じるっていうことは、阿弥陀仏を信じるっていうことは念識から仏教を聞いていくことだと。ただ全知識は関係なくね、私阿弥陀様を信じているから、だからもう極楽行きは間違いなしなんだということじゃないんだっていうことを知っていただきたいですね、はい、信じるっていうことは聴聞することだ。そうですね、はい、ね、だから仏様を信じるとは仏様に供養していくことであるしね、教えを信じるっていうことは教えを絶え間なく聞いていくっていうことだしですね、全知識を信じるっていうことはですね、全知識の教えに従って、江戸から浄土へ進んでいくっていうことです。仏様を信じる、諸仏を信ずる、信仏せばすなわちよく大供養を講じるせん。仏様を信じている人はその仏様に対して供養していく、ね、つまり仏様を大事に思うという気持ちが出てくるということですね。次に尊坊を信仏せば、教えを信じたならば仏法を聞くのに遠足な件、仏法を絶え間なく聞いていくことができる。次に正常層、全知識のことを別名正常層、
煩悩から離れていっている清らかな方、その人を信仰せば、すなわち信心体験せざらんことを得ね。全知識を信じるっていうことは、全知識に手を引かれながら江戸から浄土へと進んでいくことなんですね。だから全知識に従っていくっていうのは、あくまでも江戸から離れて浄土へ進んでいくっていうことなんですよ。全知識がね、よしじゃあみんなでたくさんの人を集めようとかね、みんなであの建物を建てようとかね、そういう話は出てこないはずなんです。そうじゃなくて、いや全知識を信じるってことは、いや日常生活をきちっとしてくださいとかっていう話なわけ。どちらかというと非常にこう、なんていうんですかね、自分の日常生活にもうピタッと一致するようなことしか言われないってことなんです。はい、なんかこうみんなで集まってよしやるぞとかってね、よし目標達成、みんなでね、ね、全世界に分配を伝えていくぞとかね、とかね、こういうようなことはやらないってことですね。非常にこうもう自分が江戸から離れて、煩悩から離れて、浄土に往生していくために必要なことだけを徹底して教えていかれるということですね。はい、でまさにこう手取り足取りこう一緒に進んでいきましょうと、はい、一歩進みますかと、はい、一歩進んでいきましょうと、こういうもの、これが全知識を信じるってことですね。だから信心体験することは、信心っていうのは江戸から離れて浄土に進んでいこうという気持ちを信心と言いますね。ここから離れていこうという気持ちを信心と言います。その信心を常に守ってくだされる方が全知識の役目なんですよ。だから全知識は一体何をされることがお仕事なのかって言ったら、江戸から浄土へ引っ張ってくれる方なんです。手取り足取り支えながら一歩一歩進ませてくだされる方が全知識なんです。だから全然偉くないんです、全知識っていうのは。あくまでも阿弥陀仏が浄土に連れて行ってやるというお約束を立てられてるので、それをいわゆる阿弥陀仏の手足となって実践される方なんです。だから煩悩から離れていきましょうと、浄土に行きましょうと、ね、手取り足取り教えてくだされる方。だから私に信心を起こさせてですね、そして一歩一歩進ませてくだされる方。だから全知識を信じたならば、私の心に信心がもう不動のものになるわけですね。それが信心体験することあらん、体験せざることを得る、ね、もう信心が崩れるということがない、江戸に戻ってしまうということがないですね。信心体験せざることを得ば、かの人心力よく動くことなけんですね。心力っていうのは浄土に向かうという気持ちが崩れてしまうということがなくなる。もし心力を得てよく動くことなくばということでね、この信心が崩れず進んでいったならば、すなわち諸根上妙になることを得んということで、心の汚れがどんどんと取れていくと、煩悩から離れていくことができると。そこで善が出てくるわけですね。いわゆる善を実践していくことができる。つまり信心があったならば、当然その信心によって善を実践していくんだって話なんです。だから念仏っていうのは、念仏であり念法であり念想のことなんですね。
念仏念法念祖のことを念仏と言って、具体的には全知識から教えを聞いていくっていうことなんですね。その全知識から教えを聞いていくことが遠足なければ、いわゆる絶え間なくですね、聞いていくことができるようになれば、私の心に煩悩から離れたいという、江戸から離れたいという気持ちが起きる。その江戸から離れたいという気持ちが崩れなければ、どんどんと煩悩から離れていって心が清らかになっていく。こんな書いてありますよね。だから全ては信心が出発点。信心というのは阿弥陀仏を信じる、阿弥陀仏を信じるというのは仏法僧を信じるというところから全てが始まるから、信心が必要だ、信心が必要だって話があるんですね。それは信心さえあればもう終わりという意味じゃなく、信心がスタートラインとなって、信心が種となって双葉が出て、そして、木が成長して花が咲き実がなるんだって話なんです。信じさえしていればあとはいらないって話じゃなく、信心が因となってさまざまな行が始まっていく。信心があるなら聴聞しているはずだと。聴聞していきますよ。聴聞していくことによって心力が起きる、信心が起きる、煩悩から離れたいという気持ちが起きる。煩悩から離れたいという気持ちで聴聞していったならば、どんどんと煩悩から離れて諸根明浄になることを得ると。心が清らかになり、身も心も清らかになっていきますよとですね。でもし諸根浄明になることを得ば、すなわち全知識に信根することを得んっていうのは、心が清らかになっていったならば、私の周りにですね、全知識が集まってくる。信根というのは全知識に信根というのはね、その全知識、ここは症状層ですから、全知識というのは良き友達のことですからね。あなたの心が清らかになっていったならば、あなたの身の回りに和合層が出来上がるという意味なんです。この和合層の集まりを全知識っていうわけ、一人一人を、この全知識、全知識、全知識、全知識ね。はい。だから、あなたの心が清らかになると、あなたの周りに良き友達が出来上がるということです。これはもちろん、この全知識っていうのは、正常層から教えを聞いている人たち、正常層の力によって、心が清らかになってきた人たち。その人たちがあなたの周りに集まって和合層が出来上がるということです。そうなると、全知識信仰することを言えば、すなわちよく広大の善を集中せんということで、全知識が集まって和合層ができると、それによってこのいわゆる人間関係によってですね、いわゆる広大な善が集まる。ここで言われている善は、自分の心を清らかにしていくための善。ここで言われている広大な善っていうのは、私を仏にさせていく善です。それによって大因力ができるんですね。これもしよく広大の善を集中せば、かの人大因力を成就せる。大因力っていうのは、いわゆる浄土に向かうですね、たくましき力が出来上がる。だから和合層が出来上がったら、もうあなたはその和合層によって出来上がった、その集まってきたですね、功徳によって浄土へ浄土へと引っ張られるようになるんです。今までは自分で頑張って浄土に住もうと思ってたのが、これが出来上がることによってもう浄土へとものすごい勢いで引っ張られるようになるんです。
これは大引力というんですね。大引力を成就せば首相欠場の下を縁、首相欠場の下を縁というのはですね、まあ、一言で言うと信心をいただくということです。わかりやすく言えばね、阿弥陀仏のことが感じられるようになると。今までは全知識を通して阿弥陀仏を信じていたのがですね、首相欠場の下というのを得たならばですね、阿弥陀仏のことを全知識を通さずに、正常層を通さずに感じられるようになる、ね、つまり他力の信心がいただけるってことです。ここでね、他力の信心、大引力によって他力の信心をいただきですね、他力の信心をいただくことによって諸仏のために五年せられ、いわゆるこの信心が今度不動のものになるということです。諸仏のために五年せられると、いわゆる今までは正常層に支えられた信心、いわゆる全知識に支えられた信心だったのが、他力の信心に変わることによって、今後の信心へとですね変わっていくということです。諸仏のために五年せられるならば、すなわちよく菩提心を発起せん、ここで初めて仏になりたいという心が起きると。で、菩提心を発起せば、すなわちよく仏の功徳を厳守せんですね、仏の徳を備えていくと。そして仏の徳を備えていくと、すなわちよく生まれて如来の家にあらんと、仏の悟りを開くことができると。仏の悟りを開いたならば、すなわちよく行方便を修行せん、行方便というのは人を今度ですね浄土へと導き始めていくということです。人を導き始めたならばですね、信行の信、正常なることを縁、信行の信というのは、阿弥陀仏に対する思いが、清らかになる、つまり清らかな心で阿弥陀仏になりたいという気持ちが起きるということですね。こういうふうに、まあ、大体続いていくということになりますね。あまりこの先の話をすると何やこれやという話になりますので、まあ、想像できるところから話をねしていかないといけませんか。だから阿弥陀仏を信じるっていうのは、どちらかというと全知識を信じるっていうところなんですね。本当の阿弥陀仏を信じるではなく、全知識を信じる、そうそれが信心ってことです。和合僧っていうのは、はい、本当は和合僧ですか、それとも私が例えば一般世間で、はい、まあ、むしろ日本人とか集まってきたらそういったのを含まれるんですか。まあ、基本的にはですね、正常僧によって仏法を、つまり全知識によって仏法を聞いている人たちの集まりです。それは和合僧、はい、私も全知識である、つまり私もっていうのはここで進んでいった聞いている人も全知識の一人であるように、そういう人たちが集まって出来上がった全知識のいわゆる集まりです。その集まりを大事に作っていかなきゃ、はい、そうそれを作ることによって広大な善を集めることができる、功徳を進めるんです。救われる人っていうか、自分の心が非常に安定するんです。あ、私の心が、そうで、心が安定すると世界をより客観的に見えるようになるんです。あ、今まではこうちょっと何かだと不安になって目先のことにとらわれていたことが、そういう人間関係が構築されるとすごく安定して、それは信じられるような中になるからっていう、そうそう、信じられるような中になるので、もう何て言うんですかね、物事をよりこう落ち着いて見ることができるようになる。そうすることによって
よりこう、なんていうんですかね、安心感を得てですね、世界を客観的に見ると、この世で本当に大事なことは、やっぱり浄土に行くことだなと、仏になることだなっていう気持ちが出て、そのすごい動機ができるわけです、私の中で。今まではなんとなくもう全知が仏法を聞けって言われるから聞いていたっていうのが、自分の中でいや本当仏法は大事だし、もう仏法の教えに従って進んでいきたいというものすごい力ができる。これによってやがてですね、他力の信心が得られる。確かにこの一人でこの道を進んでいこうと思ってもいろんなことがあったりすると崩れちゃいますよね。はい。あ、そう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 、はい、それに支えられながら今度は実際に阿弥陀仏の他力の信心をいただいて、阿弥陀仏に守られる身になると。で、阿弥陀仏に守られる身で身になって進んでいくと菩提心が起きるよ。この菩提心は他力の菩提心、他力の菩提心が起きると今度仏の功徳、六度万行を実践して仏の功徳を身につけていくってことができると。で、仏の功徳を身につけていくと仏の悟りが開かれるってことです。で、仏の悟りを開かれると今度は仏法を伝えていこうっていう気持ちが出てきて、行方便ですね、仏法を相手にどうしたら伝えられるかっていうことに、対してね、徳を身につけていこうっていう気持ちが出てくると、こういうふうにどんどんと進んでいくということですね。その全ての出発点が阿弥陀仏を信じるというところから始まるということです。だ、信じるということが出発点で、さまざまなものが始まりますよということです。だから桃太郎のね、桃と一緒ですよ。どんぶらこ、どんぶらことね。おとじいさんは山へ芝刈りに行ってね、おばあさんは川へ洗濯に行きました。するとってね、川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れていました。それを見たおばあさん、腰を抜かしておーと驚いてる間に、桃はどんぶらこどんぶらこと川下の方へ流れていってしまいました。あれ、これじゃ物語は始まらない。この時におばあさんが桃を拾ってくる、これが信じるってことなんですよね。あ、そうです。そこで信じて、今度パカッとね、美味しそうな桃さんだっていうことで割ってみたらね、桃太郎がね、串刺しになってたと包丁にね。そんなことはなくて、こう中からこうね、赤子がね、出てきて、そして大きくなって鬼退治に行って、そして金銀財宝を持って帰ってきたっていうのが桃太郎という話ですよね。ここで言ったら最後の金銀財宝をもらってきたっていうのが仏になるっていうことですよね。浄土に行くとか仏になるっていうことで言うならば、桃を拾ってきたことが全ての始まりで、最後仏になれますよっていう話なんですよ。そこには物語があるでしょ。ねえ、おばあさんが桃を拾ってきて、パカッと開けると桃太郎が財産を持ってやってきましたと。あれ、その後の物語はどこ行っちゃったのと。ねえ、物語があるんです、必ず。そこまでの物語、桃太郎が成長し鬼退治をしようと思って、そして犬とキジと猿を集めてきびだんごを渡して、そして鬼をやっつけて、そして金銀財宝を持って帰ってくるっていう物語があるんです、すべてには。そのすべての出発点が桃を拾うっていうことから始まったわけです。同じように阿弥陀仏を信じるっていうことが全ての出発点で、そこからさまざまな物語が始まって、最後仏になるっていう結果がやってくるわけですね。
だから阿弥陀仏を信じているだけで死んだら浄土に行けるなんていうね、おかしいじゃん。桃を拾ってきただけで、あ、これが金銀財宝になるんだなと言ってるのと一緒ですよね。それを割ってみたら桃太郎がね出てきて育ててね、そして猿犬猿キジを連れてっていうね、その物語を全部ひっくるめてですね、全ては信心がなければ始まらなかったと、こういうことなんです。だから信じることから全てが始まったっていうことであって、信じていさえすればあとは何もしなくてもいいとかね、そういうことはないということです。はい、分かっていただけたらしい。ではちょっと休憩をします。